さて例年ですね11月ぐらいだったかな、名古屋アンティークマーケットあんまけという形で、私は勝手にあんまけとか言ってるけど、アンティークマーケットがですね例年まあ知り合いがおるっていうのもあるので取材に出かけておったんですが、まあなんと有料になってしまって、有料になってしまってっていうのは入場料取るらしいです今年からね、1000円だかなんだか。で去年は歩道とかも店出てたんだけど、今回はそれもなしということでですね、今年は行くのやめようかなと。1000円払って回収できんでね、正直お金が1000円払っても回収できないからね。だからまあその方にはお断りを申し上げました、ご案内いただきましたけど、まああれはあれでニーズがあるのでね、あんまけ動画も、うん、見てから店来ましたっていう人も何人かやっぱいらっしゃったそうで、その知り合いの方に対しても貢献できたかなとは思ってはおるんですが、なので今年はあんまけ動画はないです、撮りません。遠藤寺でもねやってるらしいんだけど、遠藤寺はどうかな、規模的にそんなに人来ないよね、やっぱ東別院ほどは。別に結構来るでね人、前回すごかったです。そうでもそれフリーマーケット、まあマンフリはね、マンモスフリーマーケットなんかは有料で、まああいう体育館じゃないか、展示会を展示場を借りてるので仕方ないかなっていう共通認識はありますけど、マンモスフリーマーケットは割とね行く価値あったね、行って驚きがありましたね。意外とあんまけはどうかな、まあ私が欲しいものにはあんまり巡り合わないっていうところがあるので、どうしても撮影だけでしか行かないっていうのはありますけど、今は白金あたりかな、白金2丁目ですね。地味に最近しょっちゅう通ってる、自分の中ではもうなんかいつもの定番白金って感じですね。ここ何層だ、白金層か。白金動画はね、またこれのどっちを先に出すかわからないけど、白金動画はこの後で出すのは言っておきますけど、なかなかね味がありました、楽しかった、面白いところでした。もう散々撮ってるからもう今日はね通り過ぎるだけになりますけど、ちょっと私ね、まあ、週末は結構自転車は乗るんですけど、歩いてないんですよね今ね、全然この数年って車通勤になっちゃったので歩いてないっていうのが一番の原因ですけど、そこがねちょっと健康的にはやっぱりよろしくないので歩かないかなって。ただそれだけのためにっていうのはなかなかね、何事もそうでしょ、時間が取れないからどうしようかなと思ってます。本当は通勤で歩くっていうのが一番ね効率いいですよね、家会社に行く、家帰るっていう目的がある上での運動になるから一番効率が一石二鳥ってやつですよね、それが一番いい。歩くだけに行くとそれだけで時間つかないかもね、どうしてもなかなか時間の確保が難しいという現実はあります。電池切れ取ったでバッテリー変えます、バッテリー交換しました。木型製作、鋳造の木型、鋳造って木型なんだ、まあ基本ものは型に材料を入れて作るか削り出すかっていうね、基本はどっちかですから、型は大事ですよ。木型もそうだけど金型も花型、命ですね。作るのも大変だしね、精度を出すのも大変だしね。ここ何屋さん、なんかレトロだね。さあ鶴舞南の千代田にやってまいりました。ここで向こうに渡ります。向田橋東の交差点を北の方に進めております。一応確認、そこにレトロがあるんで、超レトロありますよ、未だにある、よかった、超レトロだよ本当に、ここすげえぞって、もうすごいぞとしか言いようがない。ああ、これ焼け残ったのかな、これすごいね、トタンで継ぎはぎで作られてる、素晴らしいわ。下味あるな、超味があるね、いいね、超味がある。高齢者の車にも歩道にも車がいたらしい。さあ大井橋を北に向けて走行しております。そこのちょっと行くと自転車屋さんがあるね、なんだサークルだったっけ、サークルズ。まあでもね、いろんな自転車屋さんも行きますけどね、なかなかこう要望をお伝えしても自分の要望が叶えられないということはしばしばありましたね。なかなかね、自分のそういう意味ではその趣味嗜好に合うところを見つけるっていうのが大事ですね。で特にロードはロード、マウンテンはマウンテン、BMX は BMX ってやっぱり皆さん趣味嗜好が違うから、お互いその領域には入ってこないし、両方やってるとかね言う人も少ないし、その中間を狙いたい時っていうのは結構困りますよね。特にパーツ選びの時は
その中間で行きたいんだよ、こういう仕様にしたいんだよねっていう時は結構ね困るなとは思いました。はい、宇津木橋の東交差点、先般の動画で、冬の時の動画でここを撮りましたね。もしくは宇津木橋にし、ここのテントがいいねっていうね、コメントはしなかったけど、いいですね、残ってますよ、テントバッチリ残ってる、いい感じだ。早い時刻の時に、もう早くないか、結構もう昼近いな、大須へつい立ち寄っちゃう、通りたくなる、ついね大須を通り過ぎたくなりますね。基本都会が好きなのでいやレトロも好きですよ、だから普通に賑やかなとこが好きなのでっていう意味での都会が好きっていうのはそういうことで、なんかイカ焼きの匂いがしてきた、いい匂いがしてきます。どこでやっとんだろうイカを。1月ぐらいの動画ってね、結構冬場なんかハーハー言ってるなんでそんなハーハー言ってるんですかってなんかコメントもらったことあるけど、なんか調子悪い時期ありましたね。まあ肺の調子があんまりなんか知らんけど良くなくて、結構息遣いが荒かった時期がありました。動画見ててよくわかる、我ながら。もう最近定番、ほぼ週末は必ず大須に来るって、来るだけで何もしないけど、もう通り過ぎるっていう、うわすっごい人歩いてる。で人が少ない通りをつい行ってしまう東日本通りを西に向かいます。いやもうすでになんか人の多さがここから見て取れるな、っていうか上り旗がいっぱい上がってるから余計にこう賑やかな感じがしてるけど、ほんとね大須は成功したよね、メイドの姉ちゃんいるし、微妙に声が低いっていうね、あいつらつって、さあ人が少なめの東日本通りに来ましたが、が多いね、こういう時間だから。まあでもね、まさに住民がこう生活されてる、ね、だから人も自転車も入り乱れ、皆さんが生活をの根拠としてるなっていうのがよくわかります。まあでもね、やっぱり東日本は少ない、少ないです非常に、だからまあ安心して通れますね。よし、今日はここ最近でも東日本も突き抜けてないから、今日は突き抜けますね。このまんま大須観音の南に出ます。なんかやら並んどるな、何あれ、どれ並んどる、ベーグルですか、ベーグル屋さんだ。そんなやつベーグルって食べたことないけど美味しいんかね。さあ今度は仁王門町、仁王門通りですね、東じゃなくて仁王門、あまさに仁王門はすぐそこだからね、仁王門通り入りました。なんか踏んだかなと思ったら両面テープでくっつけるビーズみたいなのが大変張り付いてました。パンクはしたくないからね、とにかく面倒だで、バンク修理も。さあ、青柳ウイルの前を通り過ぎて、仁王門前に出ました。人多いんや、それにしてもね、やっぱり大須だよね。この賑やかさがいいね。王将、食いたくなるね。結構にぎわっとる。昼飯食っちゃうとね、急にやっぱ疲れが来るね、やっぱり休憩すると。ということがあり、あんまり食べないようにしてます、外では。